こんにちは、マネートピックです。来年の新NISAに向けて円からドルへの為替手数料無料化や米国株売買手数料無料など各証券会社がバチバチにやり合っているのは皆さんご存知でしょうが、今回は SBI 証券と連携したサービスを一括りにした SBI 経済圏についてじっくり解説していこうと思います。新NISAをどの証券会社にしようか迷っている人やどのようなサービスがあるのか知りたい人には必見の内容となっておりますので、ぜひ最後までご覧になっていただければと思います。ではまずは SBI 経済圏について簡単にご紹介。 SBI 経済圏とは SBI 証券、三井住友カード、三井住友銀行、住信 SBI ネット銀行、もしくは SBI 新生銀行のサービスを一括りでまとめたものです。SBI 証券単体でも積み立て NISA や投資をする分には問題ないんですけど、三井住友関連のサービスや各種銀行と連携させることでよりお得に便利に利用することができるようになります。例えばクレジットカード支払いで投資信託を購入することでポイントを獲得することができたり、銀行口座の買い付け余力と証券口座内の残高がリンクできたりなんかですね。まあ、これらの詳しい内容についてはこの後じっくり解説していきたいと思います。まあ、とにかく関連するサービスを利用することでよりお得に投資やら何やらができるってわけです。では SBI 証券で新NISAを始めるメリットをご紹介していきます。クレジットカード積立でポイントが貯まる、投資信託保有残高に応じてポイント付与、新NISAの米国株式&海外 ETF 売買手数料無料なんかが挙げられます。他にも連携することでポイントが貯まることなんかもあります。まずクレカ積立でポイントが貯まることについてですが、 SBI 証券のクレカ積立では三井住友カードを用いて投資信託を購入することで V ポイントを貯めることができます。三井住友カードナンバーレスで 0.5%、 ゴールドナンバーレスで 1%、 プラチナプリファードで 5% のポイント還元を受けることができます。すべて積立上限額は月5万円となっています。年会費はナンバーレスで永年無料、ゴールドナンバーレスで5500円、プラチナプリファードで3万3000円となっていますが、ゴールドナンバーレスは100万円利用することで翌年以降の年会費を永年無料にすることができます。プラチナプリファードは年会費3万3000円と高額ですが、クレカ積立を満額の5万円することで年3万ポイントを獲得できる上に、このカードだけ基本還元率が 0.5% ではなく 1% なので、カードの年間利用額が多い人にはうってつけのカードと言えます。まあ、総合的に見ると万人受けしそうなのはゴールドナンバーレスで、一度100万円利用してしまえば以降は年会費永年無料でクレカ積立 1% 還元のカードになるので、積立に適したカードと言えます。ただ気になるのは SBI 証券のクレカ積立の上限額が5万円であること。新NISAでは月の積立上限額が10万円なので、クレジットカード積立できるのは5万円までと半分になってしまいます。超えた分に関しては現金で積立をすることになり、ポイント還元を受けることができないので、5万円以上毎月入れる予定の人は気をつけてください。また現金で積立をする場合、銀行口座と連携するのがめちゃくちゃおすすめなので、予定のある人は銀行口座との連携のところまでしっかり動画を見ていってください。でもう一つの注意点として、クレカ積立はゴールドナンバーレスやプラチナプリファードの100万円利用の対象とはなりません。余裕がないという人はとりあえず一般カードで積立をするのが良さそうです。一般でも100万円利用することでゴールドナンバーレスのインビテーションが来たりします。続いては投資信託保有残高に応じたポイント付与について。 SBI 証券では投資マイレージというサービスがあり、投資信託保有残高に応じてポイントをもらうことができます。例えば信託報酬の安さや安定性で大人気の eMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーで 0.0175%、 eMAXIS SLIM 米国株式 S&P500 で 0.0326% となっています。1000万円保有すればオルカンで年1750ポイント、 S&P500 で年3260ポイントですね。まあ正直ビビたるものですが、何もしなくてもポイントがもらえるのはかなり嬉しいです。で最後は新NISAの米国株式&海外 ETF 売買手数料無料について。まあ、これについては読んで字のごとくだと思います。
2024年から新NISA 口座内であれば米国株や海外 ETF の売買手数料がかからなくなります。NISA 口座を用いてこれらの投資商品を購入予定の方はぜひ利用してみてください。まあ、私も ETF くらいはね手をつけてみようかなと思ってます。続いては三井住友銀行や三井住友カードとの連携について。三井住友銀行の口座や三井住友カードと SBI 証券を連携するとクレカ積立で貯まるポイントと同様の V ポイントが貯めやすくなります。具体的には三井住友銀行のサービスオリーブを利用することで毎月最大200ポイントをゲット。三井住友カードとの連携でクレカ積立はもちろん提携店舗で最大 20% 還元なんかが挙げられます。当たり前ですが三井住友カードを日常的に利用する人はその分のポイントもつきます。ではまず三井住友銀行との連携についてですが、三井住友銀行のオリーブというサービスを利用することで毎月 V ポイントをもらうことができたり、この後紹介する三井住友カード提携店舗で最大 20% 還元の倍率アップに貢献することができます。 V ポイントがもらえるオリーブの特典は主に2つあり、選べる特典と V ポイントアッププログラムというものがあります。 V ポイントアッププログラムについてはちょっとややこしいので、この後紹介する三井住友カードとの連携のところで説明いたします。で、選べる特典は4種類選ぶことができるんですが、給与・年金受け取りで毎月 200V ポイント付与、口座残高1万円以上で毎月 100V ポイント付与のどちらかを選ぶのが賢いと思います。パッと見はもらえるポイント数はそこまで多くないんですが、長い目で見ればなかなか大きい額になると思います。オリーブアカウント作成後に選択しておけば、あとはほったらかしでポイントが手に入るので簡単です。で、このオリーブアカウント一応デメリットがありまして、作成時にデビットカード、クレジットカード、キャッシュカード、ポイント払いの機能が連携したカードを作る必要があります。で、これ一見便利そうなんですが、ID 支払い時にデビットカードで支払いされてしまったり、家族カードが作れなかったりとデメリットが多いです。で、カードの種類が3種類あって、年会費永年無料の一般、年会費がかかるゴールドとプラチナプリファードがありますが、基本的には一般でアカウントだけ作成、以降は放置するのがおすすめです。まあ、基本的に通常の三井住友カードの劣化なので、クレカ積立や普段使いをしたい場合であれば通常の三井住友カードの方で行うのがいいと思います。で、続いて三井住友カードとの連携について。こちらはクレカ積立ができることはもちろん、対象店舗で最大 20% 還元を受けることができるのが強みと言えます。もともと7から 12% の還元を受けることができるんですけど、オリーブや SBI 証券と連携すればさらなる倍率アップが見込めるってわけです。対象店舗はこのようになっていて、倍率の内訳としては基本還元率 0.5% にスマホを用いたタッチ決済でプラス 6.5%、 家族の登録で1人 1%、まあ、こちら最大 5% ですね。で、 V ポイントアッププログラムで最大プラス 8% で計 20% となっています。最大の 20% にするのはまあしんどいんですけど、まあ、10% 前後は狙えるようになると思います。V ポイントアッププログラムはオリーブアカウントがないと利用できないので、 SBI 証券と連携するのであれば必須となってきます。 V ポイントアッププログラムの内訳としては、アプリログインでプラス 1%、 選べる特典でプラス 1%、 SBI 証券で最大プラス 2%、 住友生命で最大プラス 2%、 外貨預金で最大プラス 2%、 住宅ローンでプラス 1%、SMBC モビットで最大プラス 1% とあります。合計 10% になってますが、最大は 8% となっています。大半の人で条件が達成できそうなのはアプリログインのプラス 1% と SBI 証券の最大プラス 2% だと思います。この2つの詳細としては、アプリログインの方がオリーブアカウントに契約の上、三井住友銀行アプリもしくは V パスアプリへ月1回以上ログイン、まあ、これはめちゃくちゃ簡単ですね。 SBI 証券との連携が、当月の投資信託の買い付けが1回以上でプラス 0.5%、 当月の国内株式または米国株式の取引が1回以上で 0.5%、 当月末の NISA 積立 NISA 口座の保有資産評価額が30万円以上でプラス 1% となっています。
まあ、普通にニーサ口座を保有して利用しているのであれば、プラス 1.5% は確実に狙うことができます。で、あとは国内株式や米国株式の取引があれば、プラス 0.5% されて最大の 2% になることができるというわけですね。で、注意点として、NISA 口座30万円以上保有でプラス 1% は、三井住友カード、三井住友銀行の仲介口座以外はポイント付与がされません。証券口座の左上にある連携されているサービスを確認し、三井住友関連でなければ変更手続きをしておくのがいいと思います。また、これに関しては、2023年12月31日のカード利用分までが対象となるみたいです。こちら公式サイトに記載があったんですけど、まあ来年以降はどうなるかちょっとまだ未定だと思われるので、注意してください。はい、というわけで長くなってしまいましたが、三井住友関連のサービスと連携するだけで、ポイントが獲得しやすくなるのがお伝えできたかと思います。溜まった V ポイントは、T ポイントに交換してウェルカツに利用したり、カードの利用料金にキャッシュバックしたりなど、使い道が豊富なので、腐らせてしまうことは少ないと思います。はい、というわけで最後は銀行口座との連携について。長くなってしまうので要点のみまとめて紹介しますが、詳しい内容を知りたい人は一つ前の動画をご覧いただければと思います。 SBI 証券は住信 SBI ネット銀行と SBI 新生銀行という2つの銀行と連携することができます。連携することで SBI 証券の買い付け力とリンクした口座が使えたり、銀行側の ATM 振込手数料が無料になったりします。ちなみに、三井住友銀行、まあ、オリーブですね。とは別個に連携できるので、安心していただければと思います。で、住信 SBI ネット銀行、SBI 新生銀行は、どちらか一方しか連携することができず、それぞれにメリットがあります。で、住信 SBI ネット銀行では、SBI 証券の買い付け予録と連携した口座が利用可能。連携口座内の残高は金利が年 0.01%、 ATM 振込手数料が最大月20回無料、他行宛振込手数料が最大月20回無料、目的別に口座が作れる、スマホ ATM が利用可能、定額自動入金、定額自動振込、定額自動振替などのサービスなんかがあります。なんといっても買い付け予録と連携した口座が使えるのが強みと言えますね。SBI ハイブリッド預金という SBI 証券と連携した口座に資金を移動させることで、 SBI ハイブリッド預金内の資金を SBI 証券の買い付け余力として利用することができます。また SBI 証券内の買い付け余力も自動スイープサービスというサービスによって SBI ハイブリッド預金に資金振り替えされます。ハイブリッド預金内の資金は入出金や振り込みには利用できませんが、普通預金口座に振り替えをすることで対応することができます。で、この振り替え自体もアプリ内で5秒程度で終わりますし、自動で振り替えされる設定もできるのでご安心いただければと思います。で、他にもスマホで ATM が利用できたり、毎月の家賃や駐車場代などを自動的に振り込みしてくれる定額自動振り込みなど、普段使いに適したサービスもついています。一方、 SBI 新生銀行は普通預金金利が年 0.1%、 ネットでの他行宛振込手数料が月50回まで無料、 ATM 入出金が回数制限なしで利用可能、キャッシュプレゼントプログラムが利用可能、投信積立分の入金が可能、米ドル普通預金金利が年 1% といった内容です。目玉は何といっても連携することで入出金手数料が完全無料、振込手数料が月50回まで無料になることでしょうか。金利が年 0.1% になることや、取引に応じて最大月760円ゲットできるのも強みです。一方で、口座内残高が買い付け余力とリンクされないのがデメリットで、積み立て投資以外の取引をする人にとっては使い勝手が悪いです。ですが、投資信託の積み立て分であれば自動で入金することができるので、積み立て投資しかやらない人にとってはデメリットなしで利用できるかと思います。あとはキャッシュプレゼントプログラムについても簡単に触れておきます。キャッシュプレゼントプログラムはサービスの利用状況に応じて現金のプレゼントを行うプログラムです。内容としては、振込入金で1回50円、まあ、こちら最大250円ですね、口座振り替えで10円、外貨積み立て1万円ごとに50円、こちら月最大500円となっています。
これらを合計すると最大760円となりますが、外貨積み立てをやる人は少ないと思うので、振込入金と口座振替の260円を狙いたいところですね。ちなみに振込入金は1回1万円以上となります。まあ、このように SBI 新生銀行は連携すると様々なメリットを受けることができます。一方で住信 SBI ネット銀行のようにスマホ ATM が使えなかったり、定額自動〇〇サービスが利用できないので使い勝手は落ちます。いいとこ取りしたいという人は SBI 新生銀行と SBI 証券をリンク、必要に応じて住信を利用するのがいいと思います。正直スマホ ATM と定額自動振込はめちゃくちゃ便利なんですよね。まあ、いずれにせよ連携すると本当に便利なので、どちらかとは絶対連携しておきましょうね。というわけでまとめです。 SBI 証券、 SBI 経済圏についてご紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。 SBI 証券で単体で使うよりも提携会社と連携することで、よりお得により便利に使うことができるということをお伝えできたかと思います。なるべく分かりやすく簡潔に作ったつもりではあるんですけど、分からない点がございましたら気軽にコメントいただければと思います。この動画が少しでも皆さんの資産形成に役立てば嬉しいです。それでは本日の動画は以上となります。ぜひともグッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画でお会いいたしましょう。またねー。